12月30日、おちょぼ稲荷やってきました。まだお昼ご飯食べてないんで、食べ歩きたいと思ってます。カレーのいい匂いします。でおちょぼといえばナマズが有名らしいんですが、食べたことあります。超有名なタイ屋さん。おちょぼいのに到着しました。2つお願いします。はい、ありがとう。あ、熊で、そして僕と、ここにろうそくを立てます。これを邪魔だから二礼二拍手。重かった。超重かった。OK。この大学芋は割と美味しい。はい、何人さん。やってみました。味噌が5と、ソース塩が10。うまい。ちなみにノンアルコールです。お正月の方です。これ動画の自撮りっていうのね、新ネタ。ごちそうさまでした。有名な社長です。どうもありがとう。ごちそうさま。